新京成電鉄 N800 系電車。新京成電鉄 N800 系電車。新京成で、電鉄 N800 型電車は、2005年、平成17年に登場した新京成電鉄の通勤系電車。2006年、平成18年12月10日に開始された、京成電鉄千葉線への型乗り入れに伴い、京成、新京成直通車両企画。 本形式はさらに、1号線直通車両規格にも、に準拠した車両として、また800型が登場から30年以上を経過し、老朽取り替えの時期を迎えており、同形式の後継車両として製造された。落成直前までは過小であった、新800系と呼ばれることもある。なお、N800 系の N はニューを意味する。新形成電鉄では、1971年、 昭和46年の800系以降、8000系、8800系、8900型と4世代にわたって新形性オリジナル設計の車両を導入してきたが、本形式では模波250系及び、左波550系以来の静電鉄の車両を基本とした設計に戻った形となった。製造コストの低減のため、車体構造や、 基本的な性能などは形成新3000型をベースに、旧デザインは帯オをオ神経性電鉄のラインカラーの一つとされるマルーン、上と白色、下としている。車体側面の4本のマルーン体は神経性線沿線の4つの自治体、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、奈良市の市をイメージしたものである。また、白色体は神経性電鉄を表し、クリーンで、 オープンな企業イメージを表現している。なお2014年、平成26年8月以降順次、新形成が保有する全車両に対して、同年6月に制定されたコーポレーカラーを用いたデザインへの変更が実施されることに伴い、新デザインへの変更が行われることになっている。本形式では N828 編成が2015年2月に新デザインに変更された。また、 2015年12月に導入された N848 編成は、新生時から新デザインである。その後、N838 編成が2016年に、N818 編成が2017年に、それぞれ新デザインに変更されたことにより、8900型に次いで全編が完了した。最初の編成、N818 編成は2005年。 平成17年4月に竣工し、同年5月28日の試乗会を経て、翌5月29日より営業運転を開始した。その後8000系の機えとして、工述の通り、第2編成、N828 編成、第3編成、N838 編成も運転を開始した。2015年12月22日に6両編成1、編成。 N848 編成が導入された。なお、数字の前に N を冠した、鉄道車両の主な形式、系列としては、他に、新幹線 N700 系電車、車両番号には N はつかないや名古屋市交通局、N1000 系電車、N3000 系電車がある。列車無線は新形成線用の空間波、無線方式のほか、形成線乗り入れに対応するため、 誘導無線方式も搭載している N818 編成は登場当時、IR 無線は準備工事で台座のみ設置。2006年夏に本体、アンテナを設置。以降の編成は最初から設置。これに加え、非常用貫通路、運転台の機器配置、保安装置等も、形成3000型に準じているため、形成線以外にも、形成線と直通運転を行っている。 北総線や都営浅草線、京急線などでも車両の構造上は走行が可能である。またベース車の形成3000型が京浜急行電鉄対応仕様であるがゆえに本形式でも先頭車が制御電動車となっている。軌道加速度などは形成の仕様に合わせているため従来の車両より若干加速力が高くなっている。ただし、下記の事情により 実際には、現状のままでの乗り入れはできず、また2017年現在計画されていない。乗務員室の車高膜、カーテンは、形成3000型では、助手席側には設置されていないが、神経性の従来形式では、助手席側にも、車高膜が設置されているのに合わせて、本形式にも設置された。乗務員室の運転手側と中央は、スモークガラスとされたのも、 従来形式と同一である。8900型と同様に客用、ドア上部には LED 式車内案内表示器を設置する。本形式では、千鳥配置だが、形成3000型と同一仕様であり、8900型に存在したデジタル時計は設置されていない。表示内容は、新形成線内は8900系、形成線内は形成3000型に準じているが、 完全に同じ内容というわけではなく、それぞれに若干の差異がある。また、形成線内の駅ナンバリングには対応していない。4次車の N848 編成は4カ国対応の LCD をドア上に設置した。配置は3次車以前と同様地取り配置。ドアが閉まるときは一旦わずかな隙間、幅1ミリメートル程度がある状態でドアが閉まり、 6秒後にドアを閉める圧力が上がって、完全に閉まるようになっている、と、平夜飴機能。ドアに人や物が挟まれて引きずられたりする事故を防ぐ、ための仕組みである。しかし、不具合が発生した時のために乗務員室内には、と、平夜飴、開放スイッチがあり、これを投入すると働かない。神経性では初めて乗降促進放送を装備した。 乗務する車掌によっては発車ベルの代わりに使っていることもある。8900型で搭載された車内自動放送は本形式では当初搭載されておらず後日自動放送装置が設置された N848 編成以降は導入当時から設置。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。